こんにちは。カベリンです。今日は高橋さんに日本の少子高齢化の社会現象についてインタビューをしていきたいと思います。ちょっとあれ今うるさいからちょっと閉めてもらって。で、なんで言いました？もう一回言ってください。皆さんこんにちは。はい、です。今回は高橋さんに日本の少子高齢化社会の現象についてのインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、お願いします。少子化についてお願いします。はい、そうですね、今日本社会がすごい少子化になってまして、はい、でこれはねもうしょうがないっていうことなんですよね。まあ、これねいろんな不特定多数の議論があるんですけど、これはねある一定の勢力がわざとやってるんじゃないかと思ってる。わざとだから建前ではさ、ね、高齢少子子供が減って困ったってやるんだけどさ、その裏の勢力がある、あると思ってて、俺はね、はい、あくまで個人的見解で全部俺の想像だから、はい、何のエビデンスもない、うん、エビデンス分かります。エビデンスって何ですか？だからそれ信憑性とか論に立てたこういう理由でこうやって証拠がないですよ。 あくまで僕は想像してる個人的関係だけど、そのわざと子供たちを少なくしてるね、うんうん、で何のためにするのって、うん、やっぱそのお金持ってる日本のその一部の人たちが人間が邪魔だと、3000万人でいいんじゃないかっていうそういう議論も昔あった、うん、こういうことを俺はひそかにやってるんじゃないかなと思ってる、うん、じゃあ増やすにはどうしたらいいですか？だからおそらくまあ俺の見てではその日本のその中枢の人たちが増やしたくないんじゃないかなと、はい、だから減ればいいんじゃねえのって思ってる。その減ったメリットは何ですか？だから日本人、ね、子供やったらやっぱりその海外から労働者入れてさ安く使いたいから、はあはあ、だからソマリアとかどっかのね田舎の方から日本に来たらさ、はい、やっぱり安く使えるから、うん、もうそれ安く使えるやつしかいらないっていうふうにやっぱり考えてんだね。なるほど、非常に興味深いお話をいただいて。そうそれでは今回はこの辺で。いやいや、まだまだ、ね、何を言ってるんだインタビュー力を今解いた。どうじゃあちょっとゲストの石村先輩、ちょっと顔出し厳禁の人なんで、はい、石村先輩はじゃあこれは今あくまで僕の感想を言った、はい、これは間違ってるかもしれないです、はい、僕はそう思うよ。じゃあ石村先輩が言うその日本のねこれ高齢その少子高齢化で子供たちが減ってってどんどん減ってってこのままでは俺たちの年金が払えないとか国力が弱まるって言われてて、これどう思いますか？まあ、まずね、うん、1億2000万人っていう、うん、まあ、高橋さんもこの前言ってましたけど、うん、人口が多すぎるのは確かだと思うんですよ、はあ、だからその人口をまずやっぱり3000万人ぐらいにしちゃう、ゆくゆくはしないと、わかん、うん、もう今もう人口がね、密度が高くなってるんで、うん、それをまず実行するのであるのであれば、うん、今の状況はもう致し方ないかなっていう。あ、そうですか。いや、僕と真逆の意見ですね。あ、真逆ですかね。そうそう、僕は1億3000万人っていうのがちょうどいいと思ってて、うん、でも世界で7番目ぐらいですよ。そう、だから狭いところに多すぎるんだよね、うんうん、だけど、まあ1億人ぐらいの方が賑やかでいいかなと、うん、だからその俺はその減らさなくていいんじゃないかなと思って。石村さんはだからちょっと人が多すぎるから、まあ本当は徐々に、はそうです、そうです、だからもう増やさずにその日本の国土に対して3000万人ぐらいがいいと。 そうですね。そしたらね、うん、なんか僕の子はイメージですけど、1億2000万人持ったら、うん、人一人の価値っていうのがすごく低くなってるような感じがするんです、うん、あ、確かにね、存在がね、うんうんうん、それが例えばね10人しかおらんかったら、うん、価値ってすごく高まるじゃないですか、うんうん、まあまあまあ、だからもう少し少なくなった方が存在感が出るんじゃないかなと思う、まあ、1億2000万人3000がちょっと多いんじゃないかなと、はい、だから今の中でじわじわ減っていってもいいんじゃないかと。ちょっと野球とかしてもすぐ甲子園出れたりとか、うん、ああ、そう、予選とかももう少なくて済んだりとか。価値の上げ方がちょっといびつですね結局だから石原さん的にはさ、はい、この狭いところにもう密閉多すぎるぞと。そうです、うん、もっと減らせと。そう、ああ、そういう意見もあるね。まあ密ですからね、うん、いいよ。じゃあ今日秋山専務って経済評論家も来てる、聞いてその大問題ですよ、日本の子供たちが減ってるって。まあ確かにそうですね、うん、じゃ
あの秋山さんにその子供が減ったその子供が減ってるから困るって今テレビでやっててさ、うん、子供を増やさなきゃいけないよねって、うん、そのために国は一応具体的に何かやってるのよ、うん、子供を産んだら子供手当とか、うんうんうん、で今回もあのね2年前もさコストであの社会保険料上がったんだよ、あの 子供手当にね、うん、ちょっとみんな知らないと思うけど、うん、社会保険でちょっと高くなってそれ子供手当に使ったとか、どん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 子供に産まではやってるんだけど、うんうん、秋山さんとしてはどうですか子供手当。いやいや、この子供が減ってってるのをちょっと増やした方がいいのか、どっちがいいかっていうのはもう正直よく分かんないね。どうなの。でも今現状でこの1億以上おるわけだからね、うん、その減ってってるから困るって言ってた、まあ、って前は企業とかそのいろんな面でね、うん、そういう会社もね、それは人が少なくなったら成り立っていかなくなってしまうじゃん。子供産まないかんのね、うん、だけど子供増えることは多分ないんじゃない。これから減っていくのはもうしょうがない。減っていくから問題になってて、うん、国力が弱まっていくんじゃないのと、うん、どうする、子供増やさないとって、うん、茶会さんそれに関してじゃあいい。何も思わないですよ。興味がない。興味ゼロです。ああ、まあそれはもう自由ですよ。それは興味ない。さっき言っとったようにその子供手当とかその何そのそういう支援してくれないとちょっときついかもしれないね。産みたい人はね。そう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 、うん、産みたくても産めないっていう状況は、うん、あれかな。そこにはいや今はだから結局お金がないから産まないんじゃないかって見たら、うん、だから、うん、結局2人目を作ろうと思っても、うん、お金が、うん、確かに確かに、うん、そうそう、こうだったらあんたの給料だと、うん、子供産んでもダメだよって旦那さんに言われちゃうからね、うん、そうする。そうそうそう、だからどっちがいいんだろう。結局はね、この20年間かけてみんなの収入が減ってきたと、うん、だから若者がお金がないから、うん、外行くのやめよう、遊ぶのやめようとか、うん、で結局結婚するのやめよう、子供ができなくなってるよと、うんうん、結局それ収入が減ったことが原因じゃないかなと俺は思ってる、うん、まあ確かに収入は関係ありますね。あると思うよ、うん、一般家庭。そうそうそう、でお金がないとやっぱみんなね元気ない、うん、あれね、ジョアナさん、はい、思い出して30年前の松山大街道、はい、めっちゃ活気あったじゃん。ああ、その当時はね、30年前はあれ金あったから、うん、みんな金あったから。いやでも給料自体とそんなに俺変わってないと思うんだけどね、俺も若い時と。ああ、めっちゃ変わってる。変わってる。社会統計学で、この20年かけてもうずーっと下がりっぱなしなの。ちょっと下がってきてる、ね、微妙に下がってる。で、下がっとる上に税金も高な、うん、で厚生年金とかで、うん、だから専務的にはその人によってちゃうよ、うん、俺は分からんって人もおるけど、国家全体であの消費税上げてから二十何年間、うん、ひたすらその平均所得が減り続けてるね、うん、まあ、ただ共働きするところが多くなったけ、あ、まあ、世帯収入はちょっとは増えとるかも、うんうん、まあでも減、ね、まあ、ないないっていうのが多分口癖で、うん、本当は多分使ってないだけで、うん、あの俺とは貯金してると思うんだよね。いやいや、それなんか違う違う、千万ね、もっと別に、うん、もっと低所得者層がいるのよ、まあまあまあ、でそういう人が多いから、うん、金がないね。まあ、知り合いでも結構その運送会な業界なんかは、うん、多分給料あんまり変わってないと思うよ多分、ね、いや運送会落ちとるんじゃない20年前だったら。うーん、落ちとると思うよ。どうなんですかね。落ちとると思うよ、あの20年前ってくれてもう右肩下がりだと思うよ、うん、でタクシーもそうだと思う、うん、あの例えば1988年バブル絶頂期からどん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 落ちてってる、うん、で今最低になってる、うん、だから年々下がっててみんな金がないからイライラしてもう何もしないと、うん、で子供も生活に産めないと、うん、ね、学校とかも昔は、うん、ね、奨学金使う人って言ったら母子家庭の人とかね、経済的にちょっと貧しい人だけだったんが、うん、今もほとんどみんな、うん、奨学金とかで奨学金が今払えないとか、うん、もうそういう話ばっかり。お金使っとって記憶あるけどね、昔の方がね。いやだから入ってきたから金が、うん、で今の方が自体はどうなのかな。いやだから下がった、うん、めっちゃ下がってるよ。だって例えばね、あのもう平均が下がったから。ただその今コロナもあるから、そのみんなその使えないんじゃないの、その取っときたいみたいな感じで。昔はそういうことなかったから、どん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 お金使えたけど、うん、入ってくるからいいやみたいな感じで。いやいや、あの税金も高なってるから、うん、いやそういうのも全部さ、消費税も上がってるし、だからその、うん、結婚してる方なんか主婦の財布がね、あの
ね、財布の紐が固い、そう、財布の紐が固くなってる、だから結局減ったんだと思う、手取りが。でも地域にもよるんじゃない、日本やっぱり稼いどる地域もあるし、いやでも日本全体であのグラフがあるわ、減ってって結局す 原因があるんだけど、俺が分かってるんだけど、うん、原因があるなんで、そのもうデータがあるんだね、二十何年って言ったら1個だけ直せば解決できる。うわ、そんな手があるんですか。結局それが言いたいがために今そうすごいですね、前振りが。今の若い子もあんまお金使わないよねいやだからないから、で俺らの頃は、うん、例えば俺がね18歳の時だったら俺の周り日当1万5000円のバイトがゴロゴロしてたから、ね、うん、あーこれこうっつって、まあだから飛び職行ったり、うん、1万5000円だったの、うん、でそんなのがあったけど今そういうのが減っとるんだよ。まあ例えばその、うん、まあ、俺らの時代ってみんな車にねその全部お金吸い込んだやつとかいっぱいおったけど今そういう子っていないじゃん。いや金がないんだと、で金がない言い訳で、うん、車ってダサくね、あダサいんじゃねっていう言い訳をせざるを得ない、興味 ないんだけどね。使うとこも変わってきたんじゃない、その携帯に使うとか、あ、まあそうだね、課金するとか、うんうん、まあ俺から簡単に言うとだから結局そうそういう一つなの答え、うん、それ言ってくださいよ、えらいもったぶりますねそうなんですか、さっき全部なんか論破されてそれが言いたいから単に論破しちゃった。いや論破じゃなくて真面目な話で、だから結局あのタック成分っていうが出たこれがあるからあのみんなが苦しんでるわけ、タク成分。そっちですか、本当の話なの、そっちの話だから結局国家がお金をごまかしてんのよ、国が、うん、大企業と国が結託して、うん、だから明文化してないわけよ、うん、だから日本の予算とかでここのお金どうなってるのっていうのを調べない、うんうん、でここどうなってるの、これタク成分どうなってるの調べたくないと、だからそれを調べてポーンってやっちゃったら消費税 0% 今日できる、うん、ということは簡単に言うとみんなに日本中の国民たちに、うん、今すぐ1000万円ずつポーンって毎年配れるレベル、そんぐらいの話になる、うん、そしたら子供めちゃめちゃできますね、めちゃめちゃできるだから安くするわ、いや違う本当なんだ、2億5000万ぐらいになりません、ゆくゆく。いやだからこれは本当の話でみんな信じないんだけど、要するにごまかしちゃってるのよ、うん、でそのお金を本当は納税しなきゃいけないのをそのいろんな県なんとか諸島とかにぐるぐる回して納税しないよ、うんうんうん、だからいつまでたっても僕たち金ないよってごまかしてやってて、あの実は金はあるのドーンと、うんうん、だからそれをきちんとみんなに分配されてないのね、うん、だから悪いことするやつが出てくるとも1000万もある、あだから本当にあれなんでしょ、例えば1000万払わんでも消費税も 0% できちゃう、うんうん、で結局俺はあのどのこうのって議論があるけど、タク成分バーン入れちゃったら終わりだよ、うん、っていうのが俺の理論ね、間違っとったらごめんねそれが言いたいだけで、ね、そうそうそう、タク成分高橋だタク成分高橋誰来るの、高橋漁心ので経済評論家いろんな顔がありますよね。いや経済にもちょっと興味持ってて勉強してなさい、うんうん、やっぱりあのタク成分の時俺だけでしょ、石村さん怒っとったの、はい、あ、え、何がですか、タック成分について俺が取ったの俺ぐらいでしょ。あ、そうですか、ね、聞いたことないでしょ。そもそもそのタックスヘイブンってなんですか。タックスはまあ税金ですよね。いやだから例えば日本の企業だったらアマゾンとか納税してないの、日本にいるのに。ああ、ほうほうほう、でその法律の網目をやる、それから犯罪じゃないの、合法的なの。あ、だから例えばアマゾンが日本でこんだけ活躍していくら稼いでやったら、うんうん、日本にあってるか日本に納税してほしいじゃん、うん、日本の売り上げは、うん、ただそれを納税しなくてもいいように法律の曖昧を繰りかぶって、うんうん、例えば大きな日本の企業でも利益がこんだけ出たけど、うん、いろんな国に金を回すことによって、うんうん、納税額をすごく下げても法律的にセーフだよと、うん、でそのお金をごまかしてると、でこれが世界的な問題になったね、うん、でそれを調べようって言ったんだけど、まあ、当時の菅官房長官が、まあ、これ調べると大変なことになるから調べれませんと、うん、結局お金をごまかして隠してるってこと。あ、でも法律的にはいいんでしょ。だから法律をそういう風にしてもいいよって変えちゃったのよ。ああ、そういうことか。それが世界的に問題になった。ああ、じゃあ国絡みで。そうそうそう、だ合法なんだよ。合法なんだけどその法律自体おかしくないですかって、うん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 、きちんと納税しなくてもいいように隠してて、うんうん、お金をね、うんうんうん、それを曖昧にしてそれで OK になってる、うん、調べないようになってる。じゃあもうそのままですか。だから一説にはそこをきちんと納税させたら消費税の分ぐらいは出ちゃうんじゃないのって、うん、だから 0% にできるんじゃないのと、うんうん、っていうこと。そうするとみんなの給料が 10% ぐらい上がるわね。
10% 上がるんですか。いやだから消費税ゼロだから。だからあのもらうっていうよりも払う額が少なくなるんですよ、ね。そうそう、まあそういうこと、ね。それは景気も良くなる、うん。日本はね、お金持ち優しい国だから。ああ、そうか。大企業がね、結局得するようになっとんよね。そうそうそう、タクシー分でね、うん、だから法律もね、お金持ちしか作れないじゃん。だから お金持ちが法律をね、あのやっちゃってるから、うんうん、やっぱ政治家が、政治家批判のチャンネルだからうち経済評論家の経済政治家の悪口あの、いいでしょ、よくあの選挙前だけなっていきなり SNS で活発になるって人、うんね、だから常日頃から僕が思ってるのは、うんうん、その YouTube で全員日本中の国会議員がね、うんうん、毎日こう毎日は無理だけど、うんうん、まあこう何やってるか分かんないから、うんうんうん、じゃあ簡単な話はお金持ちになればいいってことだね。価値ならね、うん、そうそうそう、だからそこでもう今がそういう金持ちに優しいから、うん、まあそうなるか、まあいろいろだけどね。え、それをすると少子化が対策になるっていう、うん、だから消費税ゼロパーにした瞬間にもうみんなの給料が増えるから、うん、あの子供も増える可能性が、みんなの手取りが増えるかなと思うよ俺は、うん、まあ多少は増えるでしょうね。だから結局一人でさ、二人目だら二人とも大学行かすの無理だなって、だから半分でも多分なると思う。ああ、うん、だから少子化対策になるんじゃない、うんうん、うん、え、その消費税って大体どのぐらい平均払っとんかな。何が一家庭ものすごいよ、年間ものすごいよ。だから 10% っつっても、うん、いくらだったかな、何十万の話よ、うん、だからでかいの 10% って、うん、ものすごいでかい。だから 10% って1割だもんね。1割でかいよ。そうか、うん、100万使ったら10万、うん、年間もしですが500万使ったらもう、うん、ね、50万、そうそう、あ、50万はもう税金やもんね、もう完全に大きいよ。だそうなってくるとあの結局だからお金をごまかしちゃってんだよね、実はいっぱいあるっていう、うん、金隠しちゃった。でも なんかね、俺いつも あの、はいはい、なんかテレビ見よったら、ああ、あのアメリカの方って結構その、うん、まあ、自分の子供とその、うん、なんやろ、その里親になって育てたりとかして、うん、うちの家族は十何人子供がいますとか、うん、なんかいろいろしようと、ほんでそこの夫婦見たら、うん、普通のなんかレストランに勤めとったりとかして、うん、なんか大家族を育ててるんよね、うんうん、なんか法律の違いってあるんかな、日本とアメリカ。ちょっとアメリカのこと俺わかんないな。なんであっちの方って大家族でもこんなに、うん、みんななんか贅沢そうな感じでご飯も食べたりとか。そうなんだ。日本の大家族って言ったらなんかみんなの取り合いで、うん、ああ貧乏で ねなんかそんな感じだけど、なんか外国の大家族って、まあ、金持っとんのかな。お金持ってんじゃないですかね。金がない人だって日本のあの人たちもかわいそう、8人兄弟でね、もうあれかわいそうだわ、まあ、国土も広いし、まあ、資源はあるしさ、うん、人口はあんな3億、アメリカで言うと3億ぐらいか、日本の どれぐらいか知らないよと、あの面積がね、うん、寝とるのカメリー、もう飽きてますねあのなカメリー、やっぱり今レポーターはな、いやちょっとカメリー分かった、じゃあその少子化対策具体的にどうしたらいいと思う。どうでもいいサングラスいいねだけどね、それ分からへんね、分からんかった俺も。少子化対策はやっぱ神にどう思う。俺ねやっぱりわざと少なくしてんのかなって気もするよ、石村さんと一緒で、うん、建前はその子供増やすだって子供とやってやるけど、うん、実際も減ればいいと思ってんじゃないかな。おかしいもんだって、うん、まあ効率はいいわ ね外国人をこう入れてくる方が、だから、うん、どの日本人が減ってっちゃってこれ大変なことやね、石村さん、あカメリンさん、子供が減って少子化対策で、はい、国力が弱まってるんですよ。どうでもいい。あ、そうですね、あのまあ子供の、うん、子供手当を上げたらいいと思います。上げないかんよね。あれいくらもらうんだろう子供手当って今。このなんか年齢に違いよって違いますよね確か。で生活苦しいもんね、うん、だけど、うん、あれって医療費っていつからだった。俺自分の子供の時ただなんてことなかったから、あ、ね、病院内科行ったらお金払ってくるんだよね、うんうんうん、今ただな。
今は中学校出るまではただです。まそこまで変わったんだ、うんうん、石村さんもだってこう思うから分かる、あ、自分も、まあ、子供大きいからもある。いや、そんな払ってなかったですかね。保険はある、あの保険証とかはあるけど、医療費はただよ、基本的に。ああ、そうですか、うん、今ただですね、うん、あ、でも僕らが子供の時はお金も払ってましたよね、ちゃんと、うん、でも融合されてるんですよね、うん、だからさ、俺が一説思うのはさ、そのわざともしも子供を減らそうって言うんだったらさ、うん、その下ネタがあかんって話になったやん、最近だからあれを指すことによって、もう今ほんとひどいんだわ、うん、で日本中がマインドコントロールされてて、あの本当にあのちょっとでもその下的なことを言うと悪者になってしまって、うん、ちょっと俺の中ではセックスっていうのがすごくね尊いものと思ってるわけ。わかりますか、みんな。なんで笑うんですか。顔が傷ってると思う。あのすごく尊いものなのに、その性っていうか子供が生まれるってことがすごく尊いことなのに、うんうん、汚いものとされてるんですよね。え、それなんで、それを使う場がおかしいのではないですか。いやだからそのまず性、その子供が生まれるっていうとても大切なことを、はいはい、俺はすごく綺麗なことだし、はいはい、美しい綺麗、はい、みんなと共有して何も恥ずかしいとか隠さなきゃいけないっていうのが、はいはい、マインドコントロールされてるんじゃないかなと。どんどんオープンに、その美しいことですから、うん、性っていうのは、はいはいはい、美しいことを語るのは当たり前のこと、はいはいはい、ただ今日本中でそれがまあセクハラだって言われたり、性のことを仕事場で話すとか、うん、学校で話すと、うん、気持ちが悪い最悪っていう風に、そういう風潮にマインドコントロールがビチッと入っちゃったのよね、うん、だから石村さんが言うと、はい、もう毛嫌いされるのよ。まあ、言い方です、言い方ですけど、なんかネットに言ったらやっぱりちょっとさ、いやだからちょっと半笑いで言ったりするもんね。違う、そのまず性が汚いっていうまず意識があるからよ。そのいやいや、それはないですね。いやあるあるある、隠さなきゃいけないよってみんながあるじゃん。で人前ではね、その性のことをあんまり大っぴらに言うとはちょっとってなるし、会社で言うなんてもってのほか、会社でね性の話したらそんな大企業だったらもう人事降格とか減給とかいろいろあると思うよ、そのセクハラに当たるからね。ただ俺が言ってるのはそのセクハラっていうもの自体がおかしくて、あの性っていうものは美しいものだから、それをみんなで語り合うのがもうナチュラルな会話、うんうんうん、ってなっていった時にやっぱりそういう子作りにがね、うん、でどんどんその時にパッとそういう感じになって子供が生まれたりする、うんうん、少子化対策になると、うんうん、だから国家的陰謀でその性のことを言わさせないようにマインドコントロールして、で皆さんが言えない状態で性の話を、うん、別にだから会社で言わない話ですね。いやだから違う あのそこが今ね、もうマインドコントロールなのよ。あ、じゃあもう専務もマインドコントロール、そう入ってるだから入ってるね。今日本で全部そうなのよ。別にそんな仕事以外で喋ってないよ。いやだからそれが今日本中がみんながそうなってる、うんうんうん、でもちろん俺もその日本中のマインドコントロールに持って会社では性の話しないし、うんうん、下ネタは基本言わない。プライベートで別に喋れると思うんだけど。ちょっと待って、仕事来たら要は美しいもんだもんで、そうだもんね、場所を選ばずにどこでも喋れるのが普通じゃないのかっていうことですよね。それが本当の人間なんだけど、とある時にみんながねこうやって子供生まれたら困るからちょっと抑えて、ちょっとこれは内緒にする、うんうん、その性に関しては言ってはいけないってピシッと入ったんだよね、うんうん、だから石村さんなんかもうちょっとでもいいもんならすごいバッシングされちゃう、うん、でそれは本当にね今の若者に責任ないのよ、うん、マインドコントロール強烈入って、うんうん、で俺は綺麗なもんだからどん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 みんなで語り合ってね、四六時中360万日、そうなってくる24時間美しい日本になるんじゃないかな。仕事着てそんなセックスな仕事やったら性の話社長は怒るの。本当仕事の性は確かに。いやただその休憩時間とかは俺はいいと思うんだけど、もちろんダメですよ、うんうん、僕が言ってることを実際の会社でやったら、うんうん、セクシャルハラスメントで下手すらもうクビになったり、うん、もう俺が働いた会社だとさ、うんうん、前働いた10年前働いた会社そういうセクハラ社員でいっぱいおったよ、うんうん、そしたらそういうとこにでかい企業がおったから、うんうん、そこで通報が行くと、うん、来て本部から来てこういうセクハラ発言あったのかってそういう質問されたりさ、うんうん、本当にそんなことやったのかとか、うんうん、中には俺の
あの知り合いの店長なんかもう酔っ払っちゃって仕事中に酒飲んじゃってもうおさわりおさわりで、うん、もう何が待ってるんだ仕事中にって大問題になったりね、うん、おさわりまくっちゃって仕事中に、うん、でそういうのをただ本当に見た時に俺はそういうことがあの美しいことなんだから、うん、っていう そしたらもう何でも言えちゃいますね。そうそうすると美しいって言っちゃえば何でも言えちゃうんですよね。でナチュラルに言えちゃうからすぐそういうやっぱりね男女がひっつきやすいのよ、うんうん、ああ、まあ、確かに、うん、それはあるわ、ね、そうそうなってるとやっぱりそれが結果少子化対策になって、うん、あのねだから俺は日本が人口が増えすぎたから国家的陰謀でそういう、うん男女雇用機会均等でセクハラとかうるさくして、うんうんうん、性のことを一切言わせないように国民をマインドコントロールして、うんうん、で、性のことは言ってはいけないっていうみんなの価値観になってる。じゃあもうここだけは変えましょうか。いやそれはだからカメリンがいるしもう日本の法律もあるから俺は厳禁だと思う。いやもうカメリンに言ってもらった方がいいですよ。尊いだもんね。そうですね。あのなんか、うん、カメリン尊いだよ。尊い。友達になんか言いたい言いたいって言ってない。尊いもんでもうカメラに向かって言った方がいいんじゃないかカメリン。尊いこと。そうそう。尊い。うん、カメリン今苦手なの。尊い。僕はこれだけ高橋君のマインドコントロールだね。そう。今僕。いやちゃんとマインドコントロールじゃなくて、俺がじゃあ最近さ、マジでセクハラにうるさいのよ。ほんで20年前30年前が緩かって。いや女の子も結構喋りよったよ。そういうの好きやったよそういう会話。いやだから今の子たちも大好きなのよ。うん、で実は。実はじゃなくて、なんか好きに決まっとるよそんなの。そんな綺麗なもん好きに決まっとるよ、しまいだな。尊いものだもん、ね、尊いもの。ただそれを人前で言うのはちょっとデリケート、マナー違反だよという風な風潮になってるから、なんかその会社は会社ってもう割り切る高校になったよな。そのプライベートでは言うけど、プライベートはプライベート、会社はなんかもう他人みたいな。いやプライベートでも言うとかっこ悪いって風潮なのよ。プライベートでも、そうそうプライベートでもそのあんまり下ネタばっかり言う人って気持ちが悪いよねっていう風潮なのよ。だから俺今の若者の中入っていったら、いや気持ち悪いおっさん相手されんやで、ね、されんに決まったの気持ち悪いおっさんやで。そう、うん、下ネタばっかり言うおじさんだったら、ね、いやいや男だけだったら別にいいんじゃないのそれは。その女の子混ざったりしてプライベートでもあんまり過ぎてやっぱり気持ち悪いくなるかもしれない。なるんですか。なるほど。いや だから俺は思うのは全部マインドコントロールで、その日本のその中枢の人が性に関してさ、その隠し事にした方が俺たちの理想とする。いやあとは俺言う人にもよると思うけどな、その結果一番最後そこに話を持ってきたいってなると、うん、ちょっとやっぱやらしくなるから中でちょいちょい入れていくっていうのは別に俺はいいと思うけどね、うん、どうしてもその、うん、下の方に話を持ってきたくなるっていうと、うん、ちょっと病気ですかっていう、うん、ああだそれはだから正常な今の今の風潮なんだけど、でも尊いことなんだよ。だから本当のそれはマインドコントロールで、うんうん、性の話を言うのはマナー違反だっていうふうに日本中でぎっちり法律でも決まってるわけ。でもそれだったら俺も風俗全部やめてもらいたい。何の話。いやだからちょっと待って、だからちゃんと違うんだよ。潔癖っていうか、いや石丸さんね、だから日本中がマインドコントロールされてるので悪くないの。ただ俺から言うとキャバクラもやめて、ちょっと待って。俺から言うと動物学的に性って尊いもんなの、うん、だから360の日話し合わなきゃいけない、うん、じゃああなたどうやって生まれたのっていうのを初めて会った人たちはどうやって生まれたのって、うん、ずっと話し合う、うん、吐き気してきた、ね、カメリン、はい、もう疲れてきた。いや、ま、でも今分散されとるけど、ああいやだから俺はねオープンに話せる社会というか、ちょっと潔癖っていうかね、そういう言ってはいけなさすぎるようになってて、それが結局少子化になってる、うんうん、で国家の狙いなんじゃないかと、うんうん、国家を時代って流れだもんね。知らないんじゃないんだけど、もう今からそんなことしたらもう今での社会ではだから会社で下ネタとか本当に犯罪なのよ。いや今なんかもうね、うん、若い子中心の社会になってきとるやん、うん、いやそんなことないよ。僕らの時ってなんか おっさん中心やったことない。いや今の若者はあの奴隷ですよ石丸さん。奴隷今の若者かわいそう。奴隷がいい。だからじゃあの今の若者たちは結局もう奴隷なのよ。だからそりゃね、その若者がわがまま言ったりぐちゃぐちゃ言う人もいるけど、結果やられてることが奴隷なのよ、うん、だから結局消費増税タック税分によってお金も収入も減っていじめられてることに気づいてないの、うんうん、高橋さんこれも 手遊び始めましたけど、うわ喜んで今尊い尊い尊い、うん、尊い
ポート欲、石村さんもでもそう不満あるでしょ。いいよ、さっきちょっと俺ごめんかぶせちゃった、言っていいよ。ああ不満ですか。不満。いや僕は大人になったら、まず遊ぶとこに遊びに行って、でまあ言うたらあのね、お金をたらふく使いたいみたいな、そういう願望はあったかな。いろんな夜の世界で遊んで、けど実際自分が社会人になってから不景気が始まって、全然そういう遊び事ができなかったっていう。女遊び、そう、女遊びできなかった。あ、そうかそうか。だからもっと遊ぶ、若いうちに女性と遊びたかったのに、そうそう、遊べなかった時間が多かったってこと。多かった。あ、女遊びってそのあの お店系の、風俗の話。そうそうそう、風俗とか、そういうキャバクラとかスナックとか、そういう飲み屋にも毎週土日、金土になったら、毎週遊びに行けるようなイメージだったり、あ、大人って社会人って、そんな行って、あんなキャバクラなんかクソ高いよ、行けないよ。そうだけど、それぐらいボーナスとかも、ね、ドカーと入って、そう、50、まあ、100万とか、景気がいい頃はね、そう、ほんでそれを使いまくってっていうのが、なんかそんな社会人になれるのかと、こう、もう今は、いやいやいや、無理無理、景気悪い。そう、あ、年収も減ったでしょ。年収も減ったかな、そう、そう、昔はね、景気良かったんだって、本当に。今、景気悪いから、あの、収入が減ってる。やっぱりね、よく奢ってくれた昔。いや、で、うち、あれだよ、あのね、ちょうどね、22年前だわ、24年前、あの、うちの兄ちゃんが大学を出て、2年目で年収800万だったから、2年目だよ、建築で。2年目で、ボーナス150とか、こんなもらっていいのっつって、俺、50万ぐらいもらったのよ、奢ったるわっつって。で年収800あったんだよ、2年目だよ、すごいね。だから今だともう考えられないぐらい、その業界によってはボーンってボーナス出したり、景気良かったんだよ、今悪いんだよ、で、カメリン、石村さんに言う、もう鬱憤溜まってるから聞いてあげる、今日はあなたのその僕いい、だからその性に対することでふざけるなと、怒りはどこ、俺聞く、今日はどうぞ。性に対してやっぱり自分がだんだんとね、こう浮いてきてるっていうのが、こう情報化社会のネットとか見てたら、こうそれが感じてくるかな。浮いてはないと思うよ。で、石破さんはネタでしょ、それ。違うね、本気。いやいや、全部本気じゃないって。本気本気。いや、じゃあ石破さんはそれ決めつけたらいかん。いや、朝から晩まで性について語り合いたいんだけど、それをやると気持ち悪いって言われるじゃん。で、朝から晩までずっと性の話でしとれへん。しとるか。してないよ、そんな。いやいやいや、もちろんしてないけど、3、4時間にいっぺんギャグで下ネタを入れたいんだよね、はっきり言うと。で、それをやると、あのセクハラだって訴えられるから、できない世の中に今、フラストレーション溜まってる。見てるとそうだよ、4時間に、だから前ずっとじゃない、5、6時間にいっぺんちょっとなんか、って下ネタのギャグをやらないと、それが一番いい状態だよね。いい状態、30分に1回ぐらいで入れますよね。そう、これ自分がつまらん人間じゃないかなっていうのをもうずっと感じとる。え、他になんかお前ネタないんかって自分に問いかけたりとか。だから全部下で構成されたんやろ。そう、変態。全て下ネタに、じゃれ、シャレとかも全部下ネタだ、考えちゃう。もうね、それで昔なんか受けた記憶があるのが、もう忘れられんのよね、頭から。だけど、いつもなんか、石村さんもなんかよく、高橋君と考えがよく似てるとかなんか言ってたんだけど。え、考え、全然似てないよ。似てない。だから、あんま似てないと思う。俺、下ネタ言わないから。だって、マナー違反だし、みんな嫌がるから、俺は極力女性には言わない。今日撮影だから言ってるけど。そう、いや、だから男性だけだったら言ってもいいと思うよ。女性に対して下ネタを言うと絶対不快って思うから。カミリンなんてそうだよね。いや好きやろ、本当は。いやいやいや、そうやってやっぱり聞かざっ、なんか聞かざっとる人が多くなってきたと思う、最近。いや、だから本当は、いや、だから、いや、価値観がね、マインドコントロールされてるから、本当は綺麗、性って綺麗なものだし、毎日みんなで語り合わなきゃいけないんだけど、普通に、あ、こうだよって、素晴らしいよね、なんだけど、性のことを人前で言うと、それはちょっと汚いでと、だから性はちょっと汚いみたいな、あのことになってるのよ、簡単に言うと。だからちょっとこれはタブーみたいなね、触れちゃいけないとか。それだったらもうずっとそれ、
それでおってほしいかな、その人には、うん、あのプライベートでも、うん、もうその形を貫いてもらいたい。それは自由じゃない。その人っぱいで言わんでそこまでざっくり決められた。いやだから結局あの石丸さんに言わせると、もっとオープンに性の話をどんどんみんなで前向きにしてさ、こういう風だったよってオープンに言える社会、綺麗なものだから。そう、綺麗なことだもん。例えば、うん、俺童貞あの16の時だったとか。ああだから初めてこれしたのはこうだったとか。今の会社って訴えられるって。訴えられる。上司が部下に、うん、そのあの前は童貞かとか言うのがもうパワハラ案件。ああまあまあそれはそうですね。ごはっと、うんうん、が今の日本なんだけど、うんうん、それ自体が過ちだから、うん、美しいものを話し合ってるんだから喜ばないと。そんなこと新入社員が来たら毎回言おったよ俺。お前童貞かって。あのそれっぽい子には西村さんね、この人もう怒り始めちゃった。もうつまらんね。もうやめたい。もう怒ってる。もうやめたいね。もう石村さんの話だと、もうあのそういうこと言わんやつはもうそう、性もなんかもうそれをすんなみたいな。そう言わないなら、ずっとその前でおってもらえたら絶対その話するな。いやとか、じゃあもう話をしないなら二度とそういうことにしてはいけないし、ああいうこともマグロでやってもらいたい。マグロ状態そんなもん自由だから。話したら他の人から言ったら。もう無制するぐらいまであの言ってもらいたい。いや石丸さんの言っとること分かるわ俺は。分かる。いやじゃあ分かるけど、まあみんな嫌がるだろうね。だって嫌がる理由は日本中が人前で性のこと言っちゃいけない、パワハラになるセクハラになるから、もうそういう風にマインドがビシッと入ってるから、だからまあ言わん方がいいけど、テレビではそういう人がもう流行らなくなって、うん、でも YouTube ではそういう人が流行ったりとかもするやん結局は。うんうんうん、やけみんなやっぱりそういうの好きなんよ。うん、大好きよ。でだけど今の話の流れからさ、むっつりのやつはもうセックスもするなんて聞こえてくるんですよ。いやマグロだったらいいです。いやいや、だから石丸さんが言うには、石丸さんが言うにはね、365日会社とかでも下ネタとかそういうのをどんどんみんなで言っていって、楽しく笑顔でやろうぜって言いたいんだよね。そうです。分かる分かる、気持ちはめっちゃ分かる。ただカメリンもそうだし、今の20代女性30代女性は会社で下ネタはマジで犯罪ですよっていう文化なのよ、うん、でもこれマインドコントロール、うん、子供を産まさせないために、うん、でもカメリン大体いつも俺分かんないけど、こういう下の話になると不機嫌になるね。マジギレしてくるこういう時。下？これ下じゃないよね。だけど下か、これは討論会かな。討論だ。だからそこに全部持ってくっていうのは昔の話だけどね。いや尊い話だからって、そんなの毎日24時間俺がしゃべり続けるの。いや3日に1遍ぐらいじゃない。ああですよね、3日に1遍ぐらいじゃない。いやそれだったらいいですよ。いや俺毎日しよったで。まあ俺でも3日に話すことあります。そんなエロいことかパチンコの話か。やばいですね、島田さん。そればっかり。あの綺麗なものだから俺はどんどん言うべきだと思う。もうね、本社から偉いさんが来た時だけをもう真面目になるのは。ただ今日本のそこも行かない感じじゃないゴリ押しでね。そこまで言うなよ。いや本当は言わない。偉いさんに童貞かって聞いて。いやあれなんだよ、言わなきゃいけないんだよ、清いもんだから、うん、ただマインドコントロールがビチッと入って、うん、それ言ったら犯罪レベル扱いだよと、うんうんうん、もういう文化なんだ今日本が。マインドコントロール入っちゃって、うんうんうん、だから石丸さんの言っとるその性の解放っていうのは、うんうん、俺はすごい大賛成だけど、うんうん、子供も増えるしね、うんうんうん、ガンガン前向きにね、朝から晩までその、うんうん、だから俺はカメリンがいる時は絶対言わない、うん、でカメリンがいない時はもう俺なんかひどいよね、うん、まあそれなりに言いますね。もう俺なんかおって言っとるやん。カメリンがおったら今日こういう撮影の時の今あれだから、うん、性の話の、うん、でもね、そういうことを話しおらないと、うんうん、俺会社もうまくいかんと思うよ。そのちっちゃい特に会社やって。分かる。分かる分かる、気持ちは分かる。もうね、そういうことも話さずに、仕事は仕事だけです私たちはっていうような、うん、職場の雰囲気だと、うん、逆になんかもう割り切った仕事しかしなくて、うんうんうん、上司の方もそれ以上のことも言えないし、うん、分かる分かる、気持ちはめっちゃ分かる、うん、でもあの別のアプローチした方がいいんじゃないですか。だからじゃあ性の方でいかんでいいんじゃないですか。気持ちはめっちゃ俺分かるよ。ただ今マインドコントロールがビチッと入ってて、うん、言ったら犯罪者扱いなの、うん、ちょっとでもその性的な話を仕事中にするともう犯罪者。いや僕が言いたいのは、うん、あの性のこと例えば言ったとして、うん、っていうことを笑えますよっていう話なんですよ。いやだからそれはもうマインドが
性のものは美しいことだし、いやいや笑わないよっていうこと。俺は笑わないんだよ、ね、そんな美しいこと、そう、うん、なんていうんですかね、別に話さんでいいんじゃないってなっちゃうんですよね。いやだからそれが多分ね、それ出身地にもよると思う。出身地じゃないか、あの関西の方か、マインドコントロール、あのマインドコントロールで、あの、うん、関東かとか、俺、うん、その辺もちょっと違うと思うよ、うん、いや別に言うのは悪くないと思うけど、その話がなんかメインみたいな感じじゃないでしょ。その他の話もまいろいろあってのそこ、うん、たまにこうちょっと挟むぐらいなら僕は全然 OK なんですけど、それがもうメインだったらちょっと病気のレベル、いや、いや病気かもしれないいやだから今あの言うなっていうふうに言われとるから鬱憤が溜まっとるからよ、うん、ずっとだからやれやれって言われたら逆に言わんなるのよ。ああそういうことか、うん、でそれでどんどん言わなきゃいけない逆にってなった時、うんうんうん、もう言わんくなる人間、あもうネタ切れになりますもんね。そう、そうなった時にちょうど男女が結びついて、うん、子供少子化対策の話戻ってきた。ここでこんな落ちちゃったんですよね。そうただそのまあ、うん、お前ずっとその話じゃなくてもいいやね。いやだからちょろっとあるってだけでしょ。逆に逆にだから本当いやでも結構、うん、プライベートの話だ。それがいやもうウェイトかなり締めちゃうもんね。しまそう、いやいやいや8割くらい締めちゃうもん。いやいやそれは今それに関してそのね性の解放を抑えられとるか、うん、怒りが溜まっとるだけで、逆に国家からどんどん逆に言わなきゃ失礼だよってなったら今度言いたくなくなるのよ。もう言わなきゃいけないって言われるとさもうええわってなる。それはちょうどいい、うん、性の解放ですよ。いやいやいやだから性解放というか別にその汚いもんと思ってるから言っちゃいけないんでしょ。だってあのマインドコントロールで、いや汚いっていうのも、うん、面白くないんですよね。いやだから面白いものっていう価値観にしなきゃいけないあそこをね、綺麗なものだし尊くて綺麗なものだし他の話もいいじゃねえかって話いやでも最終そこがさ、うん、あの人類の神秘のさ、うん、そこから赤ちゃんが生まれてくるっていう、うんうん、そういう素晴らしい話だから、うんうん、それを俺はどんどんやるべきだと俺は思う。話の内容が汚ねえよな、うん、そこまで持ってくるの、いやただエロいこと話したいだけなのにざっくり言うとまあな、いやなんだけど赤ちゃんとか出したらいけないよ。いやいや今んでよ神秘とか本当に言わなきゃいけないんだけど、うん、だから結局言えないからあのそれで結局俺子供がそういう恋にならないじゃん。遠慮してさ俺かうん、うん、そのなんもう SNS とかそういうのじゃないと、うん、俺今の若い子の出会いってないんじゃないかだと思うぐらい、うん、言っちゃいけないとかね、そういう風になってきよると思う。そう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 なんだよ、うん、そこもねまあ風潮だよな、うんうん、別に会社で言われても私たち自分たちでできますからいいですおじさんって言われてどうしたの、うん、そうそうだからその嫌がってる人に言うのはちょっと俺もどうか。いや僕もその1対1とかじゃなくてみんなでエロい話したらそれはいいじゃないですか別に、うん、いいと思うし、うん、まずそのエロい話っていうのが汚くない話だから綺麗な話なんだから、ね、逆に喜んじゃうよねみんな、うん、ああ楽しい話、うん、大切な話、うん、ね、うん、喜んでるっていうのは自分の考えよその価値観だったらで今の価値観はもちろん、うんなんだそれだけど会社で下ネタとか俺も嫌だよ、うん、そんな人おったら俺もちょっとってなるし、うん、もちろん俺も下ネタとか言わないけど基本的には俺も石丸さんにそれ語り合って、うん、あこれ国家的にやっぱりそういう風潮に持ってって、うん、結局子供を作らないになるじゃん。で結局なんだろうそういうね尊いものが生まれてくる大切な綺麗な話をさ、俺も別に嫌いじゃないからいいけど、うん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 、ずっと下なんですよってやっぱくどいんですよ。いやだからそれはもちろん嫌になるよ本人も、うんうん、それをやり続けたらね、いやもう飽きちゃうよ。でもそれが楽しいことで尊いことで、うん、って考えるとそう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 もう性が全ての頂点に立っとるってことですよね。はっきり言うとざっくり言うとその、うん、オナニーしてそんなもううせえべえなそんなことはそうそうそうだから言ったらそれが解放された時にもう言わんなるそんなに、うん、それを石村さんみたいな抑えつけられとるから、まあ、出したくなると世の中に対して不満。石村さん毎日オナニーしてないの。いやいやそういうのじゃないんだよ言葉で言ってなんか、ね、言葉と行動がなんか違うような。そうそうそう全部その下ネタを今日一発ギャグでやりたいんだよ。そうほんで、うんね、女の子とかとこう苦笑いしてくれると、うん、なんかへへへって犯罪やよそれは犯罪それを楽しみに、うん、ただ価値観変えて尊いものだったらすごいってことになる。そう、うん、なので神になれる。あ神そうっていうことですね。そうそうそう、しかも霜が頂点だったら、うん、しかも生物学的に言ったらさそれが人類繁栄子孫繁栄になっていくわけじゃん、うんうんうん、綺麗なことやん。綺麗ですか。本当にとか神とかもうただエロいことが話したいって言うんだけど神神
神様が生まれましたね今日。いい話し合いですね。はい。で石丸さんがこう下ネタとか言うのも本人気づいてないけど、うんうん、石丸さんの子孫を残せよっていう意味で、うん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 、DNA 的に来てるから。あ、僕ほんならもちろんそうだよ。上から来よるっていうことですか、それが。いやだからもう地球の真理で、地球で人類絶滅させないように、うんうん、そういう風にどん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 そういう性的なものに興味があったり言いたくなったり。じゃあ僕が一番この中で一番強いっていうことですか、その本能的なものが。いやだから自分の子供を残しとけば、うん、どっちみち100年200年1万年後に、うん、ためにもう必要なことだし、うん、すごく綺麗なこと、うん、俺から言うとね、うん、それをみんなはそのもう犯罪者扱いするけど、うん、俺はだから人類が滅亡しないために、うん、あなたの言ってることは素晴らしいこと、うん、まだ汚いとはみんな言ってないと思う、うん誰も子供が生まれることに。いやいやいや、じゃあ会社でそういう話したら多分やん。会社ではざっくりと自分がもうやること喋りたいってことでしょ。いやいや、もちろんもちろんでいいじゃないかと、うん、もちろんもちろんもちろん、もっとネットでじっくりした話もどんどんしてってもいいじゃないかって。そうそう、石丸さんはね、うん、で俺はいやいやいや、俺はしちゃいかんと思う。今じゃあ今のルールではしちゃい、今のルールだとね。そう、ただその価値観をみんなが騙されてるから、綺麗なものだし、うんうん、人類が滅亡しないためにすごく大事な性の話を、うんうん、やって普通にオープンにやって、うん、どん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 子供たちを作っていく、うんうん、で少子化対策になっていく、うんうん、これがそういうふうに俺日本の根本から変えないかんがって、うん、俺は思う。マインドコントロールを解かねえかんすね。そう、ただ俺が言うと、うん、それ言ったら今の風潮の人たちに言ったらびっくりしちゃうから、うんうん、もう俺が言ってるのも犯罪者扱いで、うん、石丸さんなんかね、もう常に犯罪者扱いなんだけど、うん、この人、うん、どうしても下げたいんだね、石丸さん。いやいや、それ気にして下げられるのは別に怒らないのよ、うん、いやいや、そんなもん。いやいや、本当なんだから。下げられた。いや、だからそれの性に関しては石丸さんの意見も俺も賛同してるよ。いや、俺同じだと思う。いや、だからちょっと似てると思う。違う違う、賛同しとるけど。そこおかしいわ。いやいや、俺はこのカメリンとか女性の前では絶対言わないことにしてる、うんうんうん、だ今のルールがあるから、うん、でも心の奥底ではあ、みんなマインドコントロール合ってるよって、うん、あの、うん、性って尊いことだし、どん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 前向きにみんなで話すものだよって、うんうん、そうそう、僕もそのおかしいわね。そうやって思ったら自分はどんどん言わないからよ。おかしいかな。今の価値観ではね、うん、でもカメリンさんでも今日機嫌悪くなっちゃったんだから。そうですね、嫌いなんで。今の価値観の子ですから、ね、いやでも本当は好きなんよ、こういう話。いやいや、そうそう、それ言っちゃう。それがもうセクハラなんだよ、カメリン。あ、これが今のがセクハラ、本当は好きなんだろうとかさ、今のがもう犯罪なんだよ。いや、そうやろ、もうそんな世の中に、うん、そうそうそう、だから決めつけになっちゃうからね、うん、あだから今ね、カメリンがこうやってちょっと、うん、もう今日だいぶ俺後でちょっと言っとかないかんけど、カメリンが今機嫌が悪くなったのは、うん、そういう話をするのが不快でしょうがないんだよねっていう子が大多数なの。今のね。そうそう、うん、もうだけど思っとらんのよって言いたくない。尊いと思って聞いてる。尊いと思ったらいい。尊い尊いことって思って聞くと、石村さんね、過去にいろんなセクハラ問題さ、まあ、石丸さんのことじゃないけどさ、いろいろあるわけじゃないですか、世間で、うん、セクハラ問題で、あの人セクハラしてきたと、で僕も実際目の前に見てきて、うん、結局今の価値観がそういうことを言うのはもう犯罪だよみたいな価値観だもん。ちょっとでも言うと、うん、特に会社なんていうような問題ですよ。それだったらもうね、うん、本当にもう一人で会社したらいいんじゃないっていう。いやだから、ちょ石丸さん、みんなチームいたらいいんじゃない。性が綺麗なものっていう、綺麗なもので、どんどんみんなの前で言うべきって価値観だったら言ってもいいんだよ、うん、ただ今のマインドコントロールがガチッと決まってて、ちょっとでも下ネタ言うと悪いものだと、犯罪者だと。みんな個室で一人で仕事したらいいやん、共同作業せんでもいいやん。いや、それはまあ知らんけど、それはやけど、いや、石丸さんだから、石丸さんの求めるそのフリーなね、性の解放でしょ、あなたが言ってるのは。みんなで会話しようよ。おもろいやん。違う一人で仕事しろがいいじゃん。そう言う、決めつけちゃうね。いやだから石丸さんさ、はいはい、俺はものすごい気持ちわかるんだよ、うん、だから俺も本当に賛同するけど、はい、今は日本でマインドコントロールがギチッと入ってるから、くどいけど。マインドコントロールがギチッと入ってて、性のことをちょっとでも言ったら犯罪者扱いっていうマインドコントロールが入ってるわけ、はい、本当のところは僕も石丸さん通じ合ってるように、うん、性っていうのはすごい綺麗なものだし、うん、ね、結局それをどんどん前向きにやることによって、うん、結局最終的に少子化対策になることになるのよ。それを自由に皆さんで話し合っていく、うんうんうん、
で結局ものすごい綺麗なことだし大事なことだから、うん、あの1日に1回ぐらいみんなで話し合うことがさ、うんうん、昨日どうだったとかね、そういう話しよったよそうそう、それを言うと今日何かやったんぞとか、そうそうそう、それを言うと、うん、その今カメリンさんとかマインドコントロール入ってるから、うん、全部機嫌が悪くなって、だけど女の子の前でそんなこと言わへんや、うん、もちろんもちろん俺もそう、だから女の子の前で言うと、うん、俺もそれはね昨日何かやったとか言ったらいけない、言ってないよね、うん、そこまでは言ってないですけど、でしょ、だから下ネタはでも話してました、ね、言ってもいいと思うけど、うん、俺もやっぱ女の子の時やっぱそういう話ってみんなでしなかったもんね、いやだから俺はそのあの女の子にさかっこ悪いと思われてるじゃん、嫌な人でいやらしいと思われたくないから俺は一切しないけど、かっこつけたら、うんうんうん、だから石丸さんは本当にある意味俺はそれは素晴らしいこと、いや逆に言いたくなる、うん、女の子ごった方がなんか燃えるみたいな、そういうことです、ああそういうことでしょ、だから石丸さんの場合は言わなきゃ失礼って思ってる、ね、逆に自分から下ネタを言わなきゃいけないと思ってるんです、そう、あの僕って会話下手、サービスで、そうです、会話が下手なんで、うん、そっちの会話しか持っていくことができんけん、そう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 、そういうことないと思うよ別に、だからなんかこうね、無言の空気とかがずっと流れてても相手に悪いんじゃないかっていう、そうなんか変な気の回し方をしてしもって、うんうん、ね、ちょっと最近ちょっと可愛くなったんじゃないとか、あ、まあそういうのはいいんだよ別に、うん、いやそれもある、うんうん、あ、そうだろ、あのね、多分もう今の文化は、うん、可愛くなったねっていうのがもうセクハラだから、分かった、サービスの仕方が間違ってるでしょ、間違っとる、うん、いやでそんぐらい今うるさいんだよ、うん、うん、そうもう可愛くなったねとかも、うん、それも俺から言うとセクハラだね、髪切ったわ、まあそこ微妙なラインだな、いるんすかね、うん、もうだからそれは今の世の中がそうだから、可愛くなったねっていうのもさ、え、何ですかみたいな、もともと可愛くないんですか、いやいやいや、もうその私をそのなん、あ、そういう目で見とるっていうことか、そう女性とかいうか、ね、プロの、ね、もうそこはセクハラな今の文化を、ネットに言ったらそれはあれだけど、うん、なんかそれも下って言われたら結構困る、それも下らしいよ今、そうやって考えるともう、うん、男なんて喋れませんね、だから女の子に、いやだからそのなんだろう、同僚っていうのがプロとして、うん、可愛くなったって仕事も関係なくないですかっていうのが、うん、今、まあ、それは微妙なラインだよね、うんうん、ただ、まあね、全部それもマインドコントロール、うん、ですね、で俺の価値観で言うと性っていうのは世界で一番綺麗なもの、うんうん、尊いもので綺麗なものだから、うん、みんなでどんどん綺麗な話をしてさ、うんうん、楽しくなってどんどん美しくなろうっつって、うん、のかしらそうするとカメリンが機嫌悪くなって、いい加減にしろこのおっさんと、うん、マインドコントロールを解かねえかもな、マインドコントロール入ってるから、ね、難しいですね、多分別にそのなんかそのエロい話は別にまあ多少は俺は別にいいと思うけど、俺の個人的な意見はね、ただ細かくやっぱ話すのは二人結構細かく言うやん、なんかこう、いや俺カメリンがおるからもう普段言ってないよ、なんかその16歳と3ヶ月の時に、それぐらいまで細かいやないか、18以下は使えない、いやだからまあな、カメリンがおるか俺は言わんけど、もちろんカメリンがいなかった、女性がいなかったらその男性から聞かれるから、俺なんて、うん、そしたらどんどん話すよ男性に、うんうんうん、相手が聞かれたらね、うんうん、だからこのエロとか下とか、うんうん、呼び方がいけないんですよね、そういうこと、なので尊いものだもんで、美しいもの、そうそう、だからそういう、うんうん、今から尊い話しようかって結局一緒だけだからマインドコントロール入ってるからそうなるんだよな、若い女の子と、うん、ただエロいことで喋りたいだけやろ、うん、のおっさんっていうからね、そう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 、カメリン尊くて美しい話しようか、うん、言って話せば、カメリンはチャガイフが言うと OK なんで、だからカップルだからそのイケメンが言ったら OK なんで、で、二人はカップルだ、ね、っていうのありますよね、だけどね、二人はカップルだから、茶会ならいいんだよ、あだから石丸さんとか俺とか言うと、もうカメリンは怒っちゃうわけね、うん、ただそれがマインドコントロールなんだよな、うん、そうあのなので、第三者に言われたくないってことですか、ね、いや、だからそれがマインドコントロール、うん、ああ、そうだから、俺が、まあ、やっぱりだから、それは正直結局日本で人口が増えすぎたから、うん、子供作らせないように、うん、40年ぐらい前からそういうのがやっぱりなったかな、 ただね、ごめん、うん、今思い出した、何、ただ自分が20歳、まあ、27歳かの時に、うんうん、50ぐらいの上司が、うん、同じ20代の女の子にセクハラ発言しよった時に、うんうん、俺思ったわ、気持ち悪って、うん、それ50代の人、うん、そうなってますよね、それが今自分がなってきてるのを気づいてないと、いやでもね、石丸さん、高橋流価値観で言ったら、うん、はい、その女の子は喜ばなきゃいけない場面だよ、うん、尊いものですからね、だって大先輩がそんな綺麗なこと言ってくれたからやったって喜ぶ場面じゃないか、これはいかん
結局エレボタン言ってる。そう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 。いや、俺控えてみてさ、例えばね、俺なんか娘がおるから、うん、娘が就職してね、うん、会社でそんな上司がおるなんて聞いたら、うん、とんでもないってなっちゃうから。ああ、なっちゃう。親はね、マインドコントロールだもんね。親はね、だからそうなるんだけど、どういうことなのに。いや、だから結局俺はその1億2000万人も話戻すよ、うん、人が増えすぎたから減らそうっていう人がいるんじゃないのと、俺はそんな気がする。自分の身内が言われてるってちょっとやっぱ頭くるでしょ、うん、会社そのねっとりしたりされたりしたり、うん、でもそれも今の価値観だとね。そう、それもだもんね、今の価値観のマインドコントロールだもんね。だとひどい悪いことになる。人間ってさ、自分が言う時だけ良くなっちゃう、うん、ああ、なるほど。自分が一番好きだから、うん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 、でも僕そのくなんやろ、お触りはいけないと思いますけど、なんか、ね、尊いことなのに。そうそう、と尊いこと、綺麗なことなのに。そう、でもお触りはやっぱり好きな人じゃないといかんと思うけど、うんうん、まあちょっと話でそういうエロネタを話すぐらいだったら尊い話なんで、うんうん、それはいいんじゃないかなとは。なんか一緒だと思うけどね。逆に触った方がいいんじゃないかなと思う。だからやっぱり なんでしょう、手は出したらいけないなっていうのが。それは犯罪ですよ、法的、法律があるから、うんうん、ああ、ただ本当はもっと深い意味でさ、少子化対策を考えたらさ、うんうん、その法律っていうのを変えるものやん、うんうん、だからある意味もうちょっとね、少しでいいから緩めて、うんうん、いいんじゃないかなっていうか、うんうん、で石村さんさっき言ってたよ、これ今ライブ前にさ、一夫多妻制をしなきゃいけないと熱く語ってて、俺もちょっと賛同したんそこは、うん、一夫多妻制の気持ちわかる俺も。そうじゃないともうこれ どんどんね、うん、人口減っていってお葬式も人が来ないような世の中になってきて寂しい。申し訳ないけどなんか全部さ、俺なんか真面目な話聞こえなくてさ、なんかもうエロの話聞こえなくて。いや、真面目な話だよ、綺麗な話だ。ただしたくかしたくないかって話だけ聞こえてきてたけど、一夫多妻制ってどうなんですかね。俺はいいと思うよ。でもその方がね、俺経済も回ると思うよ。例えば、うん、お金がある人だけで一部の、いやでも男の人でも一人が、うん、で奥さん二人いたとしたら、うん、そこの家庭ってもうそれで三人になるわけや、うん、で子供もいたらその家庭って結構もしかしたらうまく回るかもしれんよ、楽しい昔の日本が戻ってくるかもしれんよ。俺もだから一夫多妻制っていうのは軽く賛同してる、うん、うん、ただ今の現状無理だけど、うん、まあまあありじゃないかな。ただお互いにね、OK 取れてない。だから昔の第一夫人、第二夫人、第三夫人みたいな、うんうんうん、ね、海外ではあるけど、俺それをその逆はダメなんですかね。あ、いいんじゃない。一妻多夫っていうんですか。あ、OK と思う。ただみんなお互い納得してたら、あなたが第一の旦那、第二の旦那、第三の旦那とか、それはその人たちの折り合いがついてたら問題。逆の方がいいか。武将ぐらいの位置だったらさ、あれ、ね、逆の方がいいかな。どっちでもいい。うん、一般の人がさ、うんうん、例えば一夫多妻制なんかしたらさ、うんうん、まあまあ大変だよね。大変。だから解消がないと無理や。揉め事もあるから、うんうん、解消がないと結局お金がないとね、うんうん、稼げる、面倒見ないかんから、うんうん、面倒見るのがないと無理や。でも紐みたいな男でも逆にいけるんじゃない。いける、うん、でも、うんうん、嫌になっちゃうんじゃない。いや、女の子はそのね、やっぱり紐になって頑張ることが喜びだから、うんうんうん、そういうことだもんね、紐って。まあまあ喜んじゃうんですよ、だから、ね、嬉しいんだもん、働いて働いて、うん、それはそうかけよ。あ、持ちゃへんと思うね。喜びだからでもね、第二夫人から、あなたはいつも第三夫人とばっかりもして、うんうん、そこを、まあ今の世の中だったらそうなると思いますけど、それをマインドコントロールして、うんうんうん、みんながマインドコントロール、うんうん、もうそれが当たり前の世の中になってきたら、うんうん、また違う、うん、もしかしたら家族がこう出来上がるんじゃないかと、うん、俺もいい考えだなと思う、それは、うん、そうすると人口が爆発しませんか。そう、そうなった時にまた増えすぎたら、ちょっと産むのやめよう、一人っ子政策とかね、中国みたいに、うん、もう親戚いとこいっぱいでしたかもしれない、うんうん、これ以上産むと問題だと、中国みたいに一人しか産むなと、そういう風にならざるを得ない時期も来るよね、増えたら。こういう話しとると何が正しいか分からなくなるんですよね。それかないんだから正しいな。でもこれから女の人も4分の1ぐらい、うんうんうん、今の20代の4分の1は未婚で終わるとか言うて、そう、それも
問題になってるの、結婚しない、結婚できない、生き遅れ、今言うと俺もそうなんだけど、生き遅れがほんと増えてて、その結婚するタイミングチャンスみんなあるんだけど、そこを逃しちゃうと結局うーっていう未婚の人が増えてるの、それが問題なの。だから結局さっき言ってきた性の解放化をして元男女引っつけないとと、でどこに戻ってきた、それだったらなんかそういう島作ればいいんだよな、未婚島。おお、それもやってもいいな。あ、未婚島ね。そう、だからそこでカップルができる、誕生して、そしたら島を出して、一人で降りたいって人もおるから。いや増えてきてるの、めっちゃ未婚増えて、マジで増えてんだって今、晩婚化がね、でそれは結局そういう性を封じたり、いろんな面で、あとお金がないと性を封じた、これでもう結局だったら一人の方がいいやって、なるのよ、無理して結婚せんだね。そうか、苦労するんやったらもう結婚しない方が、めんどくさいってなるのよ最後。高橋君もじゃあ貢献するんやね、今から結婚しても。いやだから俺はその時期をもう超えたから。いや超えてないよ別に。もう今からもうちょっともうめんどくさいって言ってる時期だよね。だから結局年を超えると、20代30代のタイミングを一回伸ばすと、それを超えるともう途中からめんどくさいって今からってなる人が多いのよね、ってところ、でも今精子バンクとか言うて、一人の男の人がね、何十人の女の人に提供しとったとか言って問題、ちょっと一時プチ問題になったから。あ、そうか、日本でそれも優秀な遺伝子を、あ、そう、一応自分のプロフィールを、あのネットに載せて、でそれで、それで話し合ってよかったら送るっていう、ああなるほど。そう、実際自分が本当にやってできた子供もおる、それで、らしい、その人が言うには、その本番でちゃんとやりたいっていう人もおったりとかして、それが十何人、20人ぐらいおったんかな。あ、すごい、結構な人数で、あんまりよっぽどいいもん持ってたんですね。ただそれだと自分の身内がどんどん増えてくるよね、日本に、同じ、ね、血が濃くなるよね、そういう人が多くなったら。ということで、ちょっと話長くなってるんで、もうそうしますけど、ちょっと自分が納得したらもう終わり。あの最終的にだから、あのちょっともう、いや終わったら、これ撮影終わってからいくらでも喋っていいよ、あの結局俺が提唱したのは、少子化対策っていうのは、マインドコントロール、国家的陰謀、そしてやっぱり性のこと話したら悪いものになる、悪いこと汚いものってなってて、結局それがね晩婚化になる、最終だからそこを改革するためには、まあ、性の解放、で綺麗なものだからどんどん前向きに、もちろん犯罪はダメだよ、無理やり嫌がってる、だから基本的にもうちょっと自由にあの性の話を会社とか、会社でしたらあかんな学校でもな、だからもうそれがもうちょっと緩くなったら、あの男女がひっついて子供が生まれて晩婚を防ぐことができると、なるほど、だから結局そのマインドコントロールを解かない限り、いつまでたっても子供が結婚するのが減って、子供が減って、結局 海外からどんどん人を入れて、日本がアメリカと一緒の国にしようという風になってるのよ。だからもう少子化対策には性の解放、性の解放とあとお金たく税分、その二手を変えたら、もうこのままではアメリカと一緒の国になるよ、で今もなってるじゃん、もうアメリカ人、インド人、ブラジル人、もうめちゃめちゃ多国籍になってて、日本人が半分とか4割3割になって、7割が海外の人になってくる時代なのよ、で俺はそれはちょっとどうかなと思うね、やっぱりちょっとね、日本の文化っていうのもあるけんね、だからそう、やっぱ8割方日本人でさ、1割2割外国人ならいいけど、このままでは3割4割日本人で、6割7割もう外国人って、結局それがアメリカみたいな多国籍社会になっちゃうの、それはちょっと嫌だなと俺思う、日本のあれがなくなるから。まあそうですね、日本人って元旦とかなくなっちゃうよ、もうハロウィンになっちゃうもん、元旦とかまあ別物ですけどね、それ今なってきてるよねでもね、あもう都会の方行ったら、ある地域はもうね、そこの民族で締められとったりとかするやん。そうだよ、もうだからもう外国の人が増えてきて、今おる人出ていけとは言わんけど、もうこれ以上どんどん増やすぎたらね、もう日本人半分ぐらいになっちゃうよ、いずれ時間の問題で。じゃあ性の解放して、じゃあ日本人を増やさないかもね、日本人もある程度やっぱりね、ということで、神に今日はお疲れ様でした、最後まとめお願いします。いいよ、性は尊いという話でした。それでは皆さんお元気
はい、もうこれ5分しか録画できないから最後の話で、今日ね、さっき大討論会あって、はいはいはい、あの今後のちょっと方針みたいなものをお二人にこのチャンネル任せていかなきゃいけないっていう状態なんでいきなりそんな話になるんですか。そうですね。で、引退詐欺をしようっていう話が俺先日のライブをでやってて、要するに視聴者はちょっと刺激が足りんかなって俺かまってちゃうのよ、うん、でちょっと引退しますって動画作ってパン出して、うん、視聴者反応見てかまってほしいから俺、うん、引退しないでとか言われたいから、うん、引退します言って、うん、でそのままパーンと3日間1週間ぐらい動画下げずに、うん、ツイッターも更新せずに、うん、あ高橋さん本当に引退みたいな引っ張って、それでギョッサンっていう名前でやっていこうと思ってで、高橋ギョッサンは元高橋ギョッサンで、ギョッサンでいこう。それがライブ中に決まったの、話し合いで。ああ、そうなんだ。最近俺ライブでもう声つなげて討論しとるんだよ。で、その中には無気力な人、働きたくない人と説教したり、うん、さっきの話だわ、うん、そのいろんな話を討論しとる、うんうん、で、俺ギョッサンに